ニコラス・ピリグ・ハグは、スイスのプロトライアスロン選手。2012年ロンドンオリンピック、2015年、ヨーロッパ競技大会女子トライアスロン金メダリスト。ロンドンオリンピック、リオデジャネイロオリンピックのスイス代表選手で、ロンドンオリンピックでは、金メダル、リオデジャネイロオリンピックでは、銀メダルを獲得した。2010年のトライアスロン世界選手権チャンピオン。 2001年ジュニア世界チャンピオンで2009年と2010年は欧州チャンピオンとなっているスイスビューラハ生まれ2012年8月4日にロンドンオリンピックオリンピック女子トライアスロンでスウェーデンのリサノルデンとの写真判定の末金メダルを獲得した1998年から2010年の13年間に72の ITU 管轄の競技のうち達成39の 競技でトップ12日し、2010年には欧州選手権やトライアスロン世界選手権シリーズのマドリード大会を制し、ロンドン大会で銀メダルを獲得した。この年の世界選手権シリーズ総合ランキングは2位だった。長距離走の大会にも出場し、2014年のクロスカントリースイス選手権とチューリッヒマラソンで2位となった。チューリッヒで行われた2014年の 陸上ヨーロッパ選手権のマラソンに出場し2時間37分12秒のタイムで24位だった。ウィンケル在住で姉と兄もスポーツ選手で、両親は体育教師である。元トライアスローン選手のレトハグと結婚し、2013年に生まれた息子がいる。ありがとうございます。